学ぶ18号です。今回はですね、僕がいつも甲子園球場に持って行ってる、この荷物、このカバーの中身を、公開したいと思います。じゃあとりあえず開けます。はい。まあみんなとね、まあ変わんないと思いますけども、まずはクッション。これ空気で膨らむやつなんですけども、クッションを言うて膨らむクッションなんですけども、これはね、まあ、あった方がいい、あった方がいい。まあ、お尻に敷いてたらね、まあ、お尻痛くないですし、たまに、自分の席がわかんなくなる場合がありまして、トイレ行って戻っていたら、自分の席どこやったかなってね、探す時がありますんで、その時にね、椅子の上に置いてあったら、あそこやってね、自分の席がすぐわかるんでね。そして、はい。応援バット。応援バット。これはね、皆さん持っていってると思いますけども、はい。これね、結構すぐね、こう剥がれてきたり、こう割れる。1ヶ月も持たへんのちゃうかな、俺。やりすぎて。シーズン何回も買い替えるかな。そしてこちら、ジェット風船クッション。ジェット風船クッション。今はね、ジェット風船ピューって飛ばすことはできませんので、こちらをね、持って行っています。ラッキーセブンだったらね、てってれー、てってれー、ピュー。そしてもちろんチケット。まあ、甲子園球場の場合はね、まあ、ほぼ外野なんで、いらないんですけども、チケットホルダー、京セラドームの時はね、これかけてね、行きます。はい。それと、この選手応援タオルっていうんですかね、選手の名前の、書いてあるタオル。ほとんどこれでカバーの中身埋まってますけども、まあ、こんな感じですね。はい。こういうタオルね、こう掲げて、応援しますけども、佐藤輝。いやもう佐藤輝明選手のタオルの数やばいっすよね。打席入ったらもうこれでね、もうスタンド中埋め尽くされますから。あとね、この選手のタオル以外にも、こういう風に、ここまで持ってこいとか、こういうメッセージのタオルね、わっしょいときのね、わっしょいタオルとか、はい。梅ちゃんバズーカ、梅ちゃん刺した時にね、こう掲げたりね、さよなら勝ち。はい。まあ、いろいろありますわ。まあ、あとはね、はい、こちら、これ何かわかりますか？これはね、こういう風に腕にはめて、アットヒットリーとかね、9回表にね、するやつです。はい。あとはね、こちら、はい、糸井さんのフラッグ。まあ、今はね、甲子園球場でこう振り回したらね、あかんのかな。糸井さんのフラッグとかね。まあ、これは必需品かな。選手名鑑。これ持っていっとかんとね、たまに敵チームで、わかんない選手がね、出てきますんでね、パッとこうやってね、調べれるように、これは持っていってます。それと、ポンチョ。これはね、持っていっとかな。特に青柳さんの時はね、絶対カバン入れてる。青柳さんね。青柳さんっていうか、はい、雨柳さんの時はね、絶対カバンに、入れてます。はい、ポンチョ。これ忘れたら毎回ね、甲子園球場で買わなあかんから、もう家5個ぐらい溜まってますけど、ポンチョ。そして、まあ、こういうね、ビニール袋。まあ、これはね、雨が降ってきた時に、カバンを、この中に入れて、カバンが濡れないように、してます。それと、冷感タオル。これはね、まあ、これは夏だけですけども、このタオルを水に濡らして、水道水に濡らして、こう振ってね、首にこうやってね、巻いたらひんやりするってやつね。そしてハンディファン、扇風機。これは絶対いる。3段階。あとはこのポーチの中に、カメラ、僕撮影しますんで、こういったカメラをね、持って行ってます。まあ、あとは消毒液。まあ、これはね、今の時期絶対持って行ってますね。まあ、甲子園球場至るところに、まあ、消毒液ね、まあ、ありますけども、一応ね、毎消毒液持って行ってます。はい。まあ、財布はもちろん持って行ってますけども、あとは、このマスク、まあ、もちろんね、まあ、家からしていくんですけども、このマスク、これめちゃくちゃ便利ですよ。これはネックストラップ付きマウスカバーと言いまして、まあ、どういう時に便利かと言いますと、まあ、普通のね、普通の、このマスクやと、まあ、甲子園球場でご飯、食事をする時に、いただきまーすってね、まあ、甲子園球場内はね、マスクしとかなダメなんですけども、もちろんね、ご飯、食事の時は、マスク外して OK ということで、マスクをね、こう外します。もうね、ご飯を。お弁当、いただきますね。うん、うん、美味しい。ほんで、ごちそうさまと、食べ終わりまして、マスクをつけようとするんですけども、マスクがどっか行ってしまう。なくしてしまうってことないですか？あるでしょ？ほんで、家帰ってからカバンの中見たら、カバンの中にマスクが入ってたってね。あるでしょ？こういう時。あと、いただきまーすって、こう、マスク外したら、マスク落としてしまった。こう取ろうとしたら、こう、いかつい阪神ファンのおっさんが踏んでいってしまったと。もう使われん。
あるでしょ、こういう時あるでしょ。けどこのネックストラップ付きマウスカバーやったら、こうね、首からこうかけまして、ここをこう引っ張って、耳をかけるところを作りまして、こうつけまして、いただきまーす、ご飯食べる時はこうね、外しまして、ほいほいと、わかります、わかります、ここにブラーンと、ほんでご飯ね、こう食べて、そしてこうね、マスクをこうつけたら、はいはい、なくす心配なし、落とす心配なし、いただきます、こう外して外して、ブラーンとなって、ご飯ご飯、うんうん、食べて、おいしいおいしい、ごちそうさまってなったね、うんうん、こうつけたらいいわけですよ。なんでこんな急いでるかわかんないですけどね。いいでしょ、ほんまどっか行ってしまうってことがね、もうないんで。ほんでここをこう絞ることによって、マスクの内側が隠れて、衛生的に、エチケット的にもいいっていうね、まぁ、こんな感じ。まぁ、置き場所もね、まぁ、探さんでいいし、結構マスク取った後って、このマスクどこに置いたらいいねんって困る時あるでしょ、まあ、これやったら大丈夫。このね、ストラップも、長さが簡単に、こうね、調整できますんで、便利。この耳にかけるところも、こう簡単に、調整できますんで、耳が痛くなる心配もないっていう。デザインも豊富で、これ以外に、このパターン、トラマークに、阪神タイガースのロゴ、そして黒のトラマーク、ホワイトも、これと、これと、これ、ちっちゃいトラマーク、ピンクもありますよ、ピンクも、グレーもあります。全8種類もあります。そして、これがね、レギュラーサイズ、大人用のサイズでして、S サイズ、小さめのサイズもありますんで、まあ、それぞれレギュラーサイズ、S サイズがありまして、全16種類か。だから親子で付けるのもいいですし、ピンクがありますんで、カップルでね、付けるのも、いいんじゃないでしょうか。お値段一つ1540円でございます。下の概要欄に、URL、サイトの、URL 貼ってますんで、これええやん、便利やんって思われた方は、そこからね、お買い求めください。レギュラーサイズが、こんな感じ、こんな感じでございます。ちょっとね、余裕がある感じ、ゆったりめ、僕が身長160ちょいなんで、それを参考にお願いします。はい、S サイズが、はい、こんな感じでございます。はい。いけんことないな。ジャストサイズかな。まあ、レギュラーサイズに比べたらちょっとね、ちょっときつい感じしますけども、いけんことない。参考にしてくださいね。身長160センチでね、ちょっとごまかしましたけども、こんな感じ。別に顔がめちゃくちゃでかいってわけちゃいますよ。普通サイズで、あんな感じですんで。はい。まあ、いろいろマウスカバー発売されてますけども、このネックストラップ付きマウスカバー、これが一番実用性あるんちゃいます。特に野球観戦では役立つんちゃいます。ということで最後に皆様に嬉しいお知らせがあります。株式会社リキ様より、この阪神タイガースネックストラップ付きマウスカバー抽選で50名様にプレゼント。はい、50名様にプレゼントということで、この動画下の概要欄に応募フォームがありますんで、皆さんそちらからどしどし応募してください。もちろん概要欄のサイトからご購入できますんで、皆さんぜひご購入よろしくお願いします。ということで今回は甲子園球場に持っていくカバンの中身と阪神タイガースネックストラップ付きマウスカバー紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。